はい、はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、今週のガチ坂回数やっていきたいと思います。今週木曜日ライブアップデートの方やってきましたということで、恒例の今週もガチ坂組んでいきたいと思います。今週はまずはね、調子のいい選手、悪い選手を見た後に、ガチ坂の公開やっていきたいと思います。最後はね、試合までやっていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。ってことで、まずは調子のいい選手、悪い選手から見ていきたいと思います。スタンドの選手リストから絞り込みですね。これ順番変わってますね。ライブアップデート A、B ということで、まずはね、調子がいい選手見ていきましょう。はい、ドンといった感じで、こんな感じになっております。まず1ページ目から結構熱いですね。今週はムバッペ、メッシ、キミ、ヒロドリといった感じで、もう4人とも全員ガチから入ってくるんじゃないかなっていうね、感じなんですけれども、アリソン、ハリー・ケイン、週刊でも来てましたね。キーパーもアリソン調子ですと。エデルソン、モライス、マルキーノス、ダイク、ビニシウス、フレンキー、デヨム、ソン・フーミって感じで、今週はこんな感じ見る限り結構熱いんじゃないかなと思います。もうセンターバックがあんまり今のところいないですかね。シュクリニアルとルーディガーぐらいですかね。こんな感じになっております。ペドリ、ベリンガム、ルイス・イエス、ウパメカロ、これが調子いいのも結構熱いですね。フォーデン、キエザも調子いいですということで、組んでも調子いいんだね。今週はかなりスカッと組みやすくなっているんじゃないかなと思います。こんな感じですね。続いてライブアップデート DE ということで、調子が悪い選手見ていきたいと思います。はい、ということで、今週まさかラッシュフォード調子悪いということで、ラッシュフォード使っている方は今週使えないですね。ジョレンテもね、先週は調子 A だったんですけども、今週は調子悪いみたいですね。あとカラスコとかトナーリね、これ結構使っている方もいるんじゃないかなと思います。トナーリ今週調子悪いんで使えないっていう感じですね。まあそれぐらいですかね。それ以外に、あ、トミヤス、あ、トミヤスはレッドカードか。トミヤスまさかのレッドカードによって今週は残念ながら使えないって言った感じなんですけれども、まあ、ビッグタイム持ってる方はね、気にならないんじゃないかなと思います。マカリスタも同じですね。レッドカードもらったんで取り消されたんですけどね。はい、こんな感じになっております。まあ、それがほぼ影響はないんじゃないかなと思います。はい、ってことで、ね、調子がいい選手、悪い選手見ていったんですけれども、こっからね、ガチスカのスカット回数やっていきたいと思います。で、これまだですね、スタンダード選手っていうか、こう、現役選手のガチスカと、ビッグタイム、エピック、ショータイムとかありの、ガチスカ2つ公開していたんですけれども、今回から、ちょっと長くなりすぎてしまうんで、本当に使うね、ガチスカのみ公開していきたいと思います。まあ、その代わりね、ビッグタイムとかじゃなかったら誰がいいかとかって話までしていきたいと思いますので、よかったら参考にしていってください。はい、ってことで、こちらがですね、僕が今週使用していくガチスカになります。いかがでしょうか？結構ね、今週で週間 FP でね、引いた選手も入れているんですけども、1個ずつ見ていきたいと思います。まずね、フォーメーション4141ということで、まあ、今安定はやっぱりこれかなと思ってます。まあ、これか433、セバ半型かなっていう感じですね。まず、キーパーシュマイケルって感じで、まあ、今週もキーパーシュマイケル、今週ってかずっとかな？もうキーパーシュマイケル安定かなと思います。まず現役で使うなら、やっぱりアリソンとかなってくるんじゃないかなと思ってますね。で、ディフェンスラインなんですけれども、まずセンターバックがトミヤスとシュクリニアルといった感じで、まあ、トミヤス今週調子悪いんですけれども、ビッグタイム持ってる方はね、やっぱり使えるんじゃないかなと思います。一応ね、他でセンターバックで調子がいい選手、今週調子がいい選手ってなると、こんな感じで、パストーニとか、あとファンダイクとかね、マルキーニョスとかなってくるんじゃないかなと思います。まあ、ダイクとかも強いんですけどね、ちょっと若干足がやっぱり遅いのは少し気になるかなって感じで、あとはルディガーとかも今週調子いいんで、ルディガーとかでも全然いいんじゃないかなと思います。こんな感じになってますね。皆さん B ですね。僕はシュクリニアルがいいと思うので、とりあえずね、今回シュクリニアル使っていこうかなと思ってます。左サイドバックはロバートソンといった感じで、これに関してはまあ先週同様ですね、今週も B といった感じで、まあ、ロバートソン安定なんじゃないかなと思います。まあ、あとは今週調子がいい左サイドバックで言うと、このデイビスは今週 A ということで、デイビス持ってる方結構いいんじゃないかなと思ってます。やっぱり A はかなり大きいですからね。あとはディマルクも今週ね、この間インテルとミランのガチで来たんですけれども、こちらも今週 B ということで使えるんじゃないかなと思います。まあ、持ってる方はね、安定のロバーソンになってくるんじゃないかなと思いますね。今週はロバーソンとデイビスは左はかなり増えそうですね。で、右サイドバックは16組んでといった感じで、僕は今週も組んで使っていこうかなと思っております。今週 B なんですけれども、まあ、今週ってね、右サイドバック結構調子いい選手がね、いる中で、まあ、組んで使っていく理由としては、まあ、プレイしたらね、オーバーラップなんですけれども、やっぱり左サイドバックはね、攻撃的サイドバックということで、ちょっとね、サイドバックでバランス取っていきたいって感じで、最近僕ね、片方は上げて、片方はね、まあ、守備的な選手を使うっていう風にしているんで、まあ、組んでていこうかなっていう感じですね。一応他の選手だと、まあ、今週やっぱりカイル・ウォーカーとかね、使う選手も非常に多いんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、ベン・ホワイトとかも普通にいいと思いますね。まあ、あとはベンチに入れてるんですけれども、キミヒもね、今週かなりいいと思うんで、まあ、右サイドバック今週は組んでと、キミヒとカイル・ウォーカーですかね、そこら辺になってくるのかなと思います。で、アンカーはね、DMF ロドリといった感じで、この4141の場合、僕はやっぱりこのワンボランチはアンカーがいいと思ってるんで、今週 B のロドリいったかなと思います。特にそれ以外の選手は考えてないですね。
続いて2列目見ていきますか。まず左から三笘選手ということで、週間 MVP でも来ましたけれども、今週 A ということで、左サイドハーフは三笘選手かなりいいんじゃないかなと思います。はい、一応ね、今週左のサイドハーフウイングができて調子がいい選手はこんな感じになってますね。まあ、今週左サイドハーフっていうところだと、まあ、フォーデンとかね、ムアッペとか、まあ、そこら辺調子いいんで、ルイス・ディアスも調子いいですね。あと、ショボシュライとかコマも調子いいということで、まあ、そこら辺になってくるんじゃないかなと思います。まあ、個人的なおすすめはやっぱり左サイドハーフ、今週は三笘選手か、まあ、フォーデンとかですかね。あと、パックのネイマールとか持っている方はネイマールなんじゃないかなと思います。で、中央2枚こちらですね。皆さん、メッシとタキを当てましたということで、やっぱりタキなんだってきましたね。いや、あのゴールすごかったよね。ほんと、ここからズドン決めてましたからね。こっからズドンとヘディングでズドンも決めたんですけれども、タキ結構悪くなさそうなんですよね。なんで今回ちょっと使っていこうかなところでガチ金ております。タキとメッシといった感じで、この 2OMF ですね。どっちも今週 A ということで、2列目全員 A だね。これはかなり熱いですね。OMF で調子いい選手は今週あんまりいないんですかね。僕はね、少し持っていないところもあると思うんですけれども、こんな感じですね。OMF でしか絞ってないね、これね。そうだね、OMF で、まあ、CMF でも見てみるか。CMF まで入れると、かなり増えると思うんですけど、あ、結構増えますね。こんな感じで。まあ、ウーデゴールとかも調子いいですし、ペドリとかね、あとガビとかもそうですし、トニー・クロース、ペドリ、エベリキ・エイズとかも調子いいですね。もう J ニスかベリンガも調子いいということで、まあ、やっぱりこんな感じで CMF も入れて検索するといい感じで出てきますね。まあ、エイズ持ってる方はエイズもいいと思いますし、あとペドリとかね、まあ、ウーデゴールとかでもかなりいいんじゃないかなと思います。で、右はフォーデンといった感じで、これは過去最強の週間フォーデンですね。いや、今週は右サイドハーフはこのフォーデンか、あとベンチのラファシューバーどっちかになってくるんじゃないかなと思います。どっちもええ、これめちゃくちゃ熱いですね。一応右のハーフとウイングで喋るとこんな感じですね。デンベレ今週調子いいですと、ブルーノ・フェルナンデスもこれ右ハーフのそういえば出てたね。今週調子いいですって感じでこんな感じで、サネが今週 A みたいですね。あとはタケもアシストしたんで今週 B ですと、あとデンフリースとかディマリア、そこら辺もね調子いいですと。あと伊東純也選手もねアシストしたんで今週調子がいいといった感じになってますね。そしてセンターフォワードはムバッペといった感じで今週 B なんで、まあ、ムバッペやっぱり、ね、入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、ムバッペ以外で CFST ができて調子がいい選手はこんな感じですね。僕地味にケイン当てちゃいましたということで、さすがにね4141の CF でリンクフォワードきついかなって感じ入れてないんですけれども、ツートップとかだったらね使ってもいいのかなと思います。まあ今週はムバペとかなってくるんですかね。あとはアルバレスとかオシメも今週調子ですね。オシメ今週 A ですね。あとはベンエデルも点確か、まあ、あとはギブスホワイトとかラウタローとかそこら辺になってますかね。こんな感じになっております。そしてベンチメンバーはこんな感じですね。スパサブ枠でレオン、ラッシュフォード、そして CF の交代要員でサビオラ、あとはソンフンミですね。でネイマールは左サイドハーフ要員、カカが OMF 要員ですね。でベリンガム、ペドリ、モドリッチに関してもまあ基本的に OMF 要員かなと思います。まあ OMF 若干多いんですけど、この4枚カッカー、ペドリ、ベリンガム、モドリッチに関してはこの中盤の OMF と調子いい選手と回して使っていこうって感じですね。で右にラファシューバと、で右サイドバックと中盤要員でキミヒ置いているっていう感じですね。まあ基本的には組んでたキミヒ調子を使っていこうかなっていう感じですね。でセンターフォワードの海洋員でショータイムのマルキーノスといった感じになってます。でチームスタイルはローンカウンター使っていきたいと思います。ディビアにてかローンカウンター使ってますね。クリストバルブエナといった監督です。はい、こんな感じで結局なんか長く返しすぎて時間変わらんやんっていうね感じだったんですけれども、今回もこの4141ガツガツ使って試合やっていきたいと思います。はい、ってことでマッチングしたのでやっていきたいと思います。まず調子見ていきましょう。ドンといった感じで、2列目全員 A なのに普通ってマジかこれ。いや、せっかくなんかみんな調子絶好調が使えるからと思ったんですけれども、まあいいですね。やっていきましょうか。お、ベリンガム絶好調、ベリンガム使っていきますか。うわ、メッシもタキも使いて。いや、待って、これちょっと使おうかな。僕まだ使ってないんですよね。メッシとタキはちょっと使っていきたいと思います。三笘選手も使っていくか。まあ、先発これでせっかくなんでもうやっていきたいと思います。いや、マジかって感じですね。で、お相手が4213といった感じ。でこちらのフォーメーションですね。はい、やっていきましょう。はい、よろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。いや、このメッシも結構強いって言われてるんでね、ちょっと見ていきましょう。はい、こうメッシ来ましたと来たね。サイド流していってフォーデン、チョップタッチからの一旦落ち着きましょうか。あ、中メッシいけそうだけど、いいよ、いいドリブル。メッシいける、これいける。はい、うわー無理か。4141ローンカウンターマジで守備硬いんでね、ちょっとやっていきましょうか。ロドリからインパクトいけようかな、これ一発。はい、来た、南野、タキ、タキ来た、みんなやっぱりタキなんだ。これはあの顔文字出てきちゃいますよ。これマジで今のゴール素晴らしいと思った方はあの顔文字をね、ちょっと今すぐコメントしてください。マジで、いや、あの顔文字とかあの構文俺めっちゃ好きなんだよな。クロップ構文っていうのはちょっとわかんないけど、あれめっちゃ好きなんですよね。まあ、ちょっとやっていきますか。で、タキマジで最高や。ここナイス、
組んで体で当てて、メッシュ落として、こっち展開していくと。で、南野からワンツー入れて、奥、ナイス、三笘。いやー、きついか。三笘と滝がさ、これ並んでるのめっちゃいいね、これで。ここ、ナイス。リバウンドフスキ。オッケーオッケー、南野。ナイス。取れない。ナイス組んで。そしたらここ、サイド。いける?ナイス。で、縦当てて、いいですね。で、こっちからいきたい。オッケー。で、ここ。オッケー、いやー、きついか。頑張れ。ゴー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 。したら運んでいって、縦一回いこうか。いける?うわー、無理か。したら4で中切って、ここ、ボール奪いたい。オッケー。中、一回落として、こっち展開していこう。南の、で、落ち着いて。いいよ、南の。いいな、頑張れ。滝、やめた。はい、来た、インパクト。滝、いやー、無理か。サイド、ロバートソンから、スルバス。落ち着いて。はい、今後か。あー、無理か。押し。したら、ムワッペ、縦切りながら。頑張れ。おー、ラッキーラッキー。いや、ちょっとこれね、滝がやばいかもしれん。これ結構マジ、滝強いかもしれない。マジで。あるぞ、これ今週。ここ、メッシから。中、ナイス。いいね、メッシ。下、ダブタ。いやー、チョップラッチャーちゃった。無理か、これ。いやー、待って、ミスってる。ダブタ移動したらチョップラッチャーちゃった。もう一回ショートコーナー行きますか。これさっきショートで決めれたんでね、ちょっともう一回やっていきたいと思います。ここ、ロドリーもう一回ボール受けて、もう一回ここがインパクト。来た、マッペ。え、これ強くない?いや、欲しい。このコーナー結構強いな。じゃあこれ前からはめていきたいですね。ここ、南の下中ちょっと三笘絞って。これはちょっと、やばいな、これ。ロドリー。ロドリー作業、こういう時は。おーっと、ナイス。ここ下三笘から当てて、サイド当てて、中使っていく。で、逆サイド裏使いたいけど、そうだな、これ。いやー、無理か。そこロドリーから縦いける。縦当てて、落ちて、サイド展開していく。で、サイド上がってくる三笘。で、もう一回滝。来たー、滝。いける。滝いいよ、滝。で、クロス。来た。マッペ。はい。いやー、惜しい。待って、マジで滝しようか、いいんだけど、普通だよね、これ、調子。そしたら、ここまた切っていきながら、南野下げていきましょう。うわ、若干ラグ、木曜日のラグされてますね。ここ、滝、頑張れ。きついか。そしたらここ、シュクリニアル、逆サイ、しっかりケアして、ナイスフォーデン、縦当てて、落として、こさで行こう。三笘、頑張って運んでいって、斜めいけそうだな、このドリブル。いけるかな?はい。うわー、ダブルタでよかったな。チョップだし、なんでちゃうんだろう、あれ。ここ、やばい。まずいね。お、ラッキー、南の。したら、縦、当てよう。で、サイド、当てると思い、うえ、すげえすら来た、コナテの。とんでもないすら来たな、マジで。お、いける?待って、はい。うわー、無理か、惜しい。てか、相手、なんかさ、めっちゃ守備人数いいなと思ったらさ、攻守レベル全下げやん。さすがに全下げから点取るのなかなか難しいな。フォーデン、ナイス。下、こう立って、いないな、無理だな。ここしたら、落ち着いて。はい、うわー、浮かさない。ここしたら、頑張って、ロドリー。ケアしながら、真ん中切っていこう。これ、オッケー、ナイス。アウト前半ラスト。ここ。うわー、無理か。終わる前半。いや、終わった。オッケーオッケー。はい、後半やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まさかの後半全上げ来た相手の方。これ、だいぶ、もう攻撃と守備をもう完全前半と後半でもう分けてるタイプの超絶珍しいプレイヤーの方ですかね。ちょっとこれ頑張って守ってやっていきたいと思います。ここ、ナイスシクリニアル。当てて、ここ。はい。いや、めっちゃスラがえぐい。ちょっとこれ、スライディングまずいになってきたもん。ちょっとまずいね、これ。三笘頑張れ。ゴー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 。三笘。中入ってこうか、これ。うわー。エッジターン持ってなきゃ三笘って。いや、マジか、忘れてた。ここ、中縦切っていきたい。きついか。そしたらここは、ワッペ中切りつつ、チームプレス行かせつつ、ロドレ行かせたくない。メッシ行かせよう、行かせようとしたら。サイドバックなんかめっちゃ空いてるよ、これ。なんで?組んでが中めっちゃ絞ってんのか。頑張れ、ここ。ナイス。縦当てて、ここ使っていくといいですね。で、逆、滝。オッケー、ナイス、滝めっちゃいいボールやん。ゴー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 。そしたらどうすかな、これ。何でもできちゃうよ、これ。今回いけんじゃないこのまま。はい。いやー、マジか無理か。ナイス、滝、下こうやって当てて、こっちターンしよう。はい、ナイス、メッシいいね、しようか。このままいっちゃうこれ。このままいっちゃうこれ。特大コンか。はい。いやー、無理か、さすがに。いけるまだ。まだある。あるぞ。いや、取れない?いや、きついか。さあ、下げてこう、下げてこう、頑張って。ここ、シクリニアル。いける。やばい、これまずいですね、守備。止めやして。あー、マイナスか、これ。どうしよう。組んで。おー、ラッキーオッキー。はい、ここ中使っていく。下、ここ、縦当てて、こっち展開いいですね。ちょっと攻撃が、相手のえぐいな。ここ、ナイス。南野。来た、南野。滝。うわー、体力がもうない、滝の。滝の体力がだいぶきつい。ここやばいな、これカウンター。やばすぎる、人数が。やばい。頑張れ、仕組みある。オッケー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 。ここ中使って、こっち展開。オッケー。で、メッシュ落ち着いて。はい、ダブタ。はい。そっちにダブタすんの?メッシ、マジか。いや、中だろ、さすがそれは。メッシから、オッケー、南野。てか、ボールが出ないから全然選手変われねえわ。やばい、これ。ナイス、組んで。縦、いや、ミスってる、これ。ラッキー、通った、これ。当てて、うわ、終わっちゃった。はい、1対0と。
ということで、いや、皆さんいかがだったでしょうか。いや、まさかの滝がね、めちゃくちゃ活躍してましたね。ちょっと得点力不足というか、なかなか点が決まらなかったんですけれども、まあ、試合自体はかなりいい感じで、試合率も 57% で、あ、シュート8本も打ってるね。8本で相手はゼロなんですけれども、シュートがね、1本しか入りませんでしたということで、ここはね、課題かなと思います。いや、でも滝がね、想像以上に今回使いやすかったんで、ぜひ皆さんもね、滝、もしあなた方使ってみたら、これえぐくない?これ。ここからのこの滝。いや、これえぐいね。はい、ということで、今回もガチ使う紹介していきました。こんな感じでね、毎週スカットの動画とかも上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画をしましょう。じゃあねー。